パリオリンピックのフェンシング競技で日本女子としては初のメダル獲得に貢献した和歌山市出身の東世羅選手の活躍を称える報告会が昨夜和歌山市で行われました。東世羅選手は和歌山市出身の25歳、パリオリンピックではフェンシング競技女子フルーレ団体に出場し銅メダルを獲得しました。昨日銅メダル獲得報告会が和歌山市のホテルで開かれ、県フェンシング協会と出身校である県立和歌山北高校のフェンシング部 OB 会の関係者らが出席、県フェンシング協会の米岡武史会長がフェンシング協会としても誇りに思いますと東選手の快挙を称えました。東選手は和歌山にメダルを持って帰ってくることができて嬉しい、ただ悔しい気持ちもあり、次のロサンゼルスオリンピックでは姉と一緒に金メダルを取りたいと新たな目標に向けた意気込みを語りました。この後東選手は応援してくれた地元の人たちと一緒に写真を撮るなどして交流を深めていました。銅メダルを触らせてもらったという和歌山ジュニアフェンシングクラブに通う小学6年生の女子児童は、いっぱい練習してオリンピックに出てみたいと話していました。